藤本さん。はい。親父が今返事したで。何してるんですか。何。あのバイクバイクですよ。バイクですか。バイク。かわいい。かっこいいよこれ。いいですね。でしょ。ここでカメラマン交代します。はい。これ愛車紹介ね。はい。俺が行くのか。はい。自己紹介お願いします。はい、竹ちゃんです。竹ちゃんです。僕も竹ちゃんなんやけど。はい、愛車が ZZR の1200。そうです。はいでーす。渋いっすね。ツーリング仕様ですか。ツーリング仕様ですね。おお。結構後ろにも追加で箱が。箱3つですね。箱3つ。じゃあまずあの愛車のカスタムポイント。カスタムポイント、はい。カスタムポイントはね、特にないです。特にない。でもマフラーとか変わったんですね。マフラーはね、あのスリップオンで買ったんやけど、はいはい、マフラーぐらいですか。マフラーぐらいですね。機能系のパーツ、機能系はマフラーだけですね。はあ、ははあ、ちょっとこういうスマホホルダーとか、そうそう、ややこしくごちゃごちゃと電源とか ETC とかはつけて、そうね、あとハンドルアップスペーサーぐらいですね。あ、はいはいはい。腕が短いんでね、3センチほど上げてます。やっぱり低かったらこれ運転しづらいですか。腕短いんだよね。そっちなんかタンクにね、当たりやすいとか当たりにくいとかって、そういうのはあんま関係ないですか。あんまり関係ないですね。あんま関係ないですか。うん、これは何ですか。これはこれ純正ちゃいますよね。あ、これ後付けだね。後付けでつけたね。これあのサングラスね。風防ですね。うん、これで風防ね、スクリーンのさらに上に伸ばす感じの。はあ、はあはあはあ、だいぶ違います。これあると、これで高速は全然違うですね。あ、高速ね、高速乗るとやっぱり風圧が、そうですね、もうヘルメットに当たらないってこれ。はははは。なるほど。通称ミッキーマウス。ミッキーマウス。ミッキーマウスやね。もうこうたって大丈夫だね。もうこうたってもう何年ほどなのかな。5年ほどかな。5年。うん、もうこれは1900なべだ。2003年式か。の割に綺麗ですよね、外装が。外装はとりあえず傷なしです。傷なしですよね。こけた形跡なしですよね。はなしですね。おで、まあ、渋いなと思ったのがこれね、革銃ステッカー。オリジナルだね。カッティングマシーンで、カッティングマシーンで適当に作りました。やっぱ川崎愛ね、ここもね、川崎重工。本当川崎好きな人めちゃめちゃ好きやからね。そう、うん、僕も松吉のステッカーちょっとカッティングしてほしいんですけど、ダメですかね。あ、それは難しい。松吉グループにちょっと入って、松吉グループ入ってないらしいんで。松吉さん残念な。残念です、はい。ね、綺麗なバイクですね。はい、うん、もう主にはじゃあ週末とか休みの日に、休みの日にツーリング、ツーリング出て、普段はまあもちろん車乗られてるんですよね。普段は車ですね。この間事故りましたけど。事故、まあ事故もありますんで。じゃあね、はい、安全運転でね。安全運転でお願いしますね。はい。本当綺麗なバイクで。ちなみにこの中って何入ってるんですか。え、今は空っぽですよ。空っぽ。今空っぽ。何を入れるようにこれがテントとか。キャンプ、キャンプ用品一式。はあ、マジでテント。この間も三瓶山行ってました。三瓶山どこ。島根県。へえ、こんなところにテント入るんやね。テントはね、ここに放り込んでね。あ、こっち、あと、まああとのあとのものは左右振り分け、細々したのを この左右に入れて。エンジン音を聞きたいんですけどね。そうですね、エンジン音しびれるっすよ。ちょっとエンジン音は、ね、せっかくマフラーも変えてあるんで。おとなしいですよ。はい、
が全然変わったか満載で満載、まあ、フルは放り込んだけどね。おお、でも低めの音でね。そうですね、うん、これぐらい上品でいいっすね。いいですね、うん、なるほど、ツーリング仕様。ジビ、ジビ、ジビね、ジビ、これジビっていうんですか。ジビ高いですよ、それは。ここはシャトルです。うん、シャトルな、関係ないな、ね、デカチューンやな、これデカチューンです。いや、いいっすわ、やっぱ大人の。ここの革銃も黒でね、こだわっとんね。あ、黒でね、さりげなく、さりげなくね。この忍者は何ですか、忍者は。これね、適当に貼りました。あもうステッカーばっかり。あ、なんかいいね、大人仕様みたいな感じやね。いい、はいはい、うん、乗ってみたいな、これ、こういうのはね、うん、いいと思います。はい、ということで、今日は川崎の ZZR1200、はい、紹介しました。よかったらグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。